皆さんこんにちは、山田裕貴です。イエーイ。さあ、突然ですけれどもね、始まりました。この番組はですね、僕小野裕貴がいろんな初めてに挑戦していくっていうテーマの番組だそうなんですけれども、まあ初めてなのでね、一人でちょっといきなり挑戦するのは心細いということで、これスペシャルなゲストを呼んでおります。この方です、どうぞ。おはようございます、浜添信也です。おはようございます。よっいいね、このなんか硬さね慣れてない感じがだいぶ出ちゃってるけど、あんまり、まあ、浜添信也君って僕の、まあ、浜添信也です。この業界でのもしかしたら一番古い10年来の付き合い。そうやんね。ねえ、もう何を考えてるか手に取るように分かる感じ、だいたい分かっちゃう、ね、今もこれだいぶガチガチな、ガチガチそうだんだんこなれてきたらね、うん、もう楽しい初めてもやれると思うんですけども、もうちょっといけると、そうなんですよ、うん、いやでもね、こうやって2人でねいろいろやるってのはありがたいですね。そうね、ただの友達だもんね。本当だよ、ただの友達だよもともとなんか養成所の時に、うん、僕の、まあ、同期だった、うん、あの友人が、まあ、お姉ちゃん、うちのねそれで紹介してもらってってところからね、うん、今までずっと来てるからね。本当だよね。そうだよね、うん、一時期なんか毎日に泊まり来たりとかしてさ、週4ぐらい撮ったもんね。来てたね、うん、でうちでさ、自分たちで台本起こしたやつをドラマ CD で練習したりとかしてさ、うん、ずっとやってたもん ね、 ね、もう予告なしで有金地の前に気づいたらいたみたいなことしょっちゃった、ね、そうフラッと来てたもんね。そう、ところで今日俺らが初めてチャレンジするのはどんな感じの、うん、そうですね、うん、今回やるのは初めてのダンスということで、なんかいろいろやりたいことあるんだけど、ずっとやりたくて触れてなかったことで、自分ダンスがあって、あなもんでじゃあダンスをやりたいなと思ったんだけど、その時にじゃあ一緒に誰とやりたいかなと思う、真っ先にしんちゃんが浮かんで、マジで、うん、ありがとう。いや、まあ、仲もいいし、うん、でダンスもできるじゃん。まあたしなむ程度ほとんどできない、うん、だからそれがでもいいなと思ったから、でしんちゃんと一緒にやりたいなと。いや、もうありがとう。そう、そんなわけで初めてのダンスをやっていきたいと思います。ということで、まあ、実は裏のテーマも兼ねていまして、うん、まあ、せっかく動くからには、まあ、僕らちょっとずっとテーマにダイエットを上げてるじゃないですか。毎日ね、毎日その日々ダイエット、ここ数年そうだね、ずっと会うたびに何キロ何キロですね、そうそう、キロ数の確認から入るっていうのがね恒例になってるけど、なので、まあ、ちょっとありしのしんちゃん取り戻してほしいなっていう意味もあってで、まあ、ちょっとまずこんなものがちょっと今手元に来ていまして、まあ、じゃじゃん、まあ、これ誰ですかと。俺そうだよね、だいたい朝起きて鏡見るとこんな感じよ、うん、お前鏡見た後の変化が見たいよ、むしろね何があるんだよ毎朝、うん、そうね。この頃何歳ぐらいの時。あーでも4年前くらいじゃない。あ、全然経ってねえんだ。うん、意外とこの時は多分ね、写真を撮るからって言って、うん、頑張ってちょうど体重落とした時。あ、そうなんだ。そうそう、なるほどね。それから今こんな感じにね今なってるので。でも似てますよ、よく見ると面影はあるね。面影はある、面影はあるけど、ちょっとこれに近づいていきたいなということで、そういう意味もありますね、うん、今日は実は。まあでもそんなこと言うけどさ、うん、え、なんすか。もう勇気だってさ、じゃじゃんっつって、じゃじゃんっつってこれ誰。あの、弟のゆうとくん。弟だったの、気分かるの。それホームページ上げたらダメでしょ。ちょっとゆうとくんの写真も行ってね、うん、いやでもこれだいぶシュッとしてるもんね。シュッとしてるね。うん、そうなんですよ、よく奇跡の一枚みたいなのね言われますけど、ね、だ事務所でも新人の方が入ってきて宣材写真を撮ってくると、いいがっつって、おのみたいな詐欺写真を撮ってこいって言う事務所が推奨が言うぐらい偉いことになってる写真なんですね。すごい、もうインテリホストみたいな。8年前かなぐらいかな。8年7年6年ぐらい前ですね、僕のね。いや24、5ぐらいの時のやつですね、これは。もうお互いね、うん、多分この頃に戻れたら、そうっすよ、めっちゃいい感じなんじゃないじゃあ。そうね、うん、ちょっとあの頃の僕らを取り戻すべくね、今日ちょっと頑張ってみたいなと、うん、はい、思うわけですけれども。でね、一応目標体重があって、うん、2人の合計体重からこの短時間のダンスの動きで1キロ痩せろと。大変じゃない。1キロ1キロってそう、ね、まあ数時間の動きで、うん、そう、まあ500グラムずつとでもいいし、うん、
お前が3キロなぜか太って、うん、俺が4キロ痩せてるけどね。あ、プラマイでいったマジかよ。ダンス中に3キロ合計だからね。そっちの方が楽そうだよ。そうだよ。お前そっち担当がいい。ふざけんなお前、なんで俺だけ頑張んだよ。一応ねさっき測った体重があるので、うん、そちらがですね合計体重だよ。合計体重俺とお前で足してこれやべえ。まあ、うん、押して測るべしだねこれね。そうだね、ロボットだったら分かるけどぐらいの体重だね。やべ、女性だったら、うん、よ3人3人下手したら4人いけるかなぐらいの、うん、まあまあ数字はね、まあまあ一応俺は別にいいんだけど、まあまあ公開せずに、うん、でもどれぐらい減ったかだけはもうリアルにその都度、うん、はい、地球彫刻しながら今日やっていきたいなと思います。でまあ1キロ合計でね減らしたいなと頑張ろうと思います。でね、今日1キロ痩せたら、うん、ご褒美があるらしいです。ご褒美ね、やっぱそういうのないとね、張り合いないから、ね、やるからにはいただきたいということで、なんと私小野由紀の夢の3点セットが夢の3点セットもらえるそうです。ほんとすごくね、それ夢です、うん、夢だよ。そう、うん、こんな欲しいなって伝えたようなものがあるんですけれども、それをもらえるということで、ちょっとどんなものか見てみましょう。どうぞ。さあ来ました。よいしょ、さあこの頃の俺たち目指して、そうね、頑張りましょう。頑張るぞ、よいしょ、しゃくれ、さあ、硬い。小野由紀、浜添真也、初めてやっちゃいました。二人で仲良く初めてのダンス、イエーイ。よいしょ、よいしょ、さあ行きましょう。一丁、一個食っていい？ダメだよ。ダメか。行くぞ、頑張ろう。行きましょう。じゃあ行きます。